こんにちは、グラス工房タップの二勝です。10分過ぎ僕が今回の課題はここにあります100両です、ね。数字の100にね、1両2両昔のね貨幣の量ですね。これ、万両に似てますよね。かつて万両とかあと千両も私書いて、動画アップしてるんですけども、この万両とこの100両は同じヤブコウジ科というね、同じグループの植物です。千両はね、全然別で千両科っていうんですけども、ですからこれ万両によく似てます。まああえて違いを言うとすれば、葉っぱが万両よりもずっと長いですね。長い、あとはね、絵にした時違いが出せるかどうかちょっと不安ですけどもね、頑張って描いてみたいと思います。材料のご紹介です。筆は中筆1本、小筆2本、面相筆1本です。紙は画線紙、梅という製品、 F5 のサイズですので、幅35センチ、縦27センチ。絵の具は赤い実の部分に使いますホルベインの W027 キナクリドンスカーレット、そして青木を濃く吸ってます。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。書き始めに中木作っておきます。小皿に筆で水を取り、濃木を入れて薄めておきます。これが中木です。もう一つの小皿には赤い絵の具を、まあね、そんなたくさんはいらないですね、米粒大ぐらい縁の方に出しておきます。まず小筆で幹を描きます。水で一回きれいに洗って片面だけの墨をつけ、水の面を下にしてね、下から少し揺らしながら、で間ちょっと開けてまた続きを描きます。この空いたところはね、後で赤い実をね手前に描きます。上の方2分岐ほどさせておきます。中筆水で洗って、はい、片面に中墨、先端に濃墨つけて、今度葉っぱを描いていきます。葉っぱ、長っぽいですよね。笹のような葉っぱ。横から見てる葉は少し、細く。そして手前に迫ってくる葉は幅広に描きます。こうやってね、遠近感をね、出してください。ちょっと同じような濃さが続いてしまったんで、一回洗って中墨つけ、ちょっと濃墨少なめにして、少し薄くなりますかね。先ほどよりはね少し薄くなったですね。濃さがあまり変わらないようでしたら、一回一回水でリセットして濃さを変えてください。さあ2つの上分岐させてますので、それぞれの枝に葉っぱが輪生、なんていうんですかね、放射状みたいに葉っぱが出ます。ちょっと小さなヤシの木みたいな感じですよね。これ万両にも言えることですけども、葉っぱは上の方に集中して出ます。面相筆で葉柄、葉っぱと枝をつなぐ短い茎ですね、これを描いてやります。まあこの葉柄もね、丁寧に描いてください、ね、リアリティが出ますんでね。そしてセンター1本、中心1本だけの葉脈を、やはりこの面相筆に濃墨つけてあっさりと描いてやります。はい、小筆で今度小さな葉っぱですね、芽の部分、向こう側に見えてる葉っぱ、後から描く葉はですね、薄い墨で描くんですね。そうするとちょっと遠くにある葉というふうに表現できます。はい、実のなる、実のつく枝ですね。何ていうんですかね、花柄っていうんですかね、この実がぶら下がる房をね形成する枝を一回上げて、上からまた下に向けてしだれさせます。そして細かく分岐させて、まあ、この下にね、ブドウの房のようにね赤い実がつきますので、最初にこうやって分岐させて描いていきます。でこの実のつく枝にもね1枚ずつ葉がついてたんですね、小さいの。一応正確にそれを書いておきましょう。はい、小筆でこの小枝ができたら、今度違う小筆、水で洗って
赤い実作りますね、はい、赤い絵の具薄く伸ばしてよく染み込ませます、はい、そして先端にだけドロッとした濃いのをつけてくるんくるんってね一周で描きます。一つの実は一周、何周もさせません。一周させることによってこの筆の先端についた濃墨が、まあ、いい感じにね、グラデーションを作るんですね。ちょっと画面ね、引いた画像になってるんで分かりにくいと思いますけども、一周ぐるんと回すとですね、この赤い一つの実の中に濃淡ができるんですね。これぐる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 回しちゃうと同じ色になっちゃいますんでね、一回で綺麗に丸になるように、まあ、ちょっと訓練してください。実の下の方に黒い点点点、ね、ほくろのようなのがついてます。濃墨でですね、幹の途中にちょっと細工します。小枝の跡、あるいはちょっとシミのような、ね、感じで、木質感を、ね、出してやります。はい、今回ね、2つの株を描きたいと思います。右の方には少し低めの株ですね、同じ高さにならないように注意してください。でやはり、幹の途中少し切れ目を入れてやって手前に来る葉っぱや実にね備えておきます。これで2つの株を対比して描かせるね描くときは何か変えてください。例えば高さを変えるとかですね、幅を変える、それから実のつく量を変えるということでね、それで面白みを出してくださいね。先ほど切れ目が入ったところ、ここにちょうど実が来るようにこの枝をねうまい具合にそこに導いてください。左側の株に対して右側の株、少し実の量を少なめにしてちょっと小ぶりにね仕上げたいと思います。100両の完成です。ワンポイントアドバイスです。大小2個の株を横に並べて配置しても面白いです。100両の水墨画が出来上がりました。いつもねこうやって複数の株を描くときは奇数にしてくださいってね、3本とか5本にしてくださいって言ってるんですけども、まあこうやってね2本にしちゃいけないっていうわけではなくて、まあ2本なら2本なりのね、まあ面白みもあるんで、たまにはねすいません前言を別に撤回するわけじゃないんですけど、こういう書き方もお試しいただければと思います。100両ね今回書きましたけども、万両や千両のね動画もすでにアップしてます。詳細欄をねご覧いただければそこのリンクをたどれるようになってます。はい、この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。